SNS を通しての勧誘リクルートっていうのもあって、でこれであなたの経歴に、あなたの会社にとかですね、で連絡を取ってみたりですね、うん、中国でね、日本人の人がこう逮捕されるってことがありますよね、はい、拘束されたきっかけとかですねを見ていくと、写真撮影、動画撮影がきっかけで、はい、身柄拘束されてるっていうのが分かってきています。はい、日本はスパイ天国だという言い方されます。はい、そう言われるのはどうしてなんでしょう。心理的に楽なっていうのが、はい、彼らのイメージのようです。アルカイダのテロとか IS のテロっていうのはアメリカやヨーロッパで経験してますけど、日本ではないですね。はい、あまり詳しいことをお伝えできないんですが、潰してるからです。未然に防いでいるからなんですね。過去の例えばさまざまなこうスパイ事件という、まあ、報道されているものもあればされていないものもあるわけですよね。はい、例えばこう日本の新幹線ですよね。はい、新幹線で例えばテロをすると、例えば海外 のいろんなテロ組織にしてみれば、日本の新幹線をやったんだというのがある種実績になったり評判になったりする、うん、そういう意味で新幹線が狙われるってこともあるんじゃないかと思うんですが、どうなんですか。そうですね、2002年の日本韓国の共催のワールドカップがあった時に、はい、アルカイダがそれを計画してたというのがあってですね、はいはい、まあ、これは非常に大きな事件になり得たんです。ただこれをまあ日本の公安の方はそれをキャッチして、製造していたマンションですね、監視したところ実際に作ってたっていうのがあります。で内容も実際に具体的なテロ計画だったんです。ただこれはあまり報道されてないのと、はい、一部ジャーナリストの方が自分の本で著書で、後日書くんですけども、もう完全にその報道にはバレないように、直接の逮捕容疑も入管法違反だったんですね。入国管理法違反、はい、で、はいはい、できっかけに、ガサをしたら火薬が、まあ、爆発物が出てきたということで、はい、公安事件としてではなく報道もされなく、形にしました。でも爆発物が出てくれば今度火薬取締り規則違反とか、はい、そっちの容疑も出てきますよね。そうですね、後から、うん、最初のきっかけを逮捕のきっかけを入管法にして、うん、後から取締り罰則違反ですね、はい、もう後からつけたです、ね、その場合は日本国内で起訴するんですか、あるいは国外退去処分なんですか。日本でまず起訴して、うん、そして国外退去ですね。はい、はい、そういうこともこう普段私たちは全然知らないところでそんなことが行われているということなんですね。まあ、あれは実際に起きていたら大変なことになっていたですね。はい、あるいはそれから灰乗りというのがよくありますよね。はい、ある人物にこう化けてしまう、つまり日本人に化けてそのスパイ活動をするというの、はい、そういうこともやっぱり実際にはあるわけですね。実際にありました。まあ、これはロシアのスパイの事件だったんですけども、はい、まあ、日本人の男性の方の戸籍にのっとってですね、はい、ロシア人というと私たち白人 の、はい、の思い浮かべがちなんですが、うん、朝鮮族の、はい、要するに私たちと外見が似ている人で、はい、そして日本語も上手な人だったんですね。うん、ですけども外見は日本人なんで、うん、その日本人の国籍戸籍にも乗っ取ってですね、はい、貿易商として、はい、やったという事件がありました。ロシアって実は多民族国家なんですよね。はい、いろんな民族がいるから、はい、それぞれの民族を使うとそれぞれの国のスパイに仕立て上げられやすいってことですよ。そうですね、うん、多民族で宗教も多様ですし、はいはい、うん、今おっしゃったやつは、まあ、一つロシアのスパイとして、まあ、明らかになりましたけど、それ以外でもやっぱりあるんでしょうね。まあ、分かってないのではあるんだと思います。はい、今も行われてるんでしょうか。今も行われていると思います。1960年代から70年代に活発に行われていたと言われているんですが、実は今もですね、数は少なくなっているかもしれませんが、今も行われています。では、まあ、彼らはバレないように、活動しているので、なかなか分かりにくいんですが、今もやられていると言われています。でも灰乗りされた側ですよね。その戸籍を使われている
その本人はどうなったのか。灰乗りをする組織や人の立場からするとご遺体が出てきてしまうとバレてしまうんですよね、灰乗りというのは。なのでご遺体が出ないようにですね、していると言われています。実際に灰乗り事件ではご遺体あるいは本人の所在がわからないというのがほとんどです。そういう時に狙われやすいタイプってのはどんな人なんでしょう。狙われやすいタイプとしましては身寄りのない方ですね、うん、その人が突然いなくなっても騒いだり、うん、探したりされにくい人ですので、はい、身寄りのない人で、そして年齢でいうと40、50ぐらいの方ですかね、そうするとまあ活動しやすいですので、はい、うん、そのぐらいの方で身寄りのない方なんかが、狙われやすいです、うん、それでいうとよく日本はスパイ天国だという言い方されます、はいはい、そう言われるのはどうしてなんでしょう。これは外事警察でスパイハンターだった私からすると非常に悔しいんですけども、うん、日本はスパイ活動防止法がありませんので、うん、スパイ活動そのものが定義がないんですね、はい、ですから、捕まるとしても窃盗罪とか横領罪とか、はい、うん、刑が軽いんですね、はい、重罪、重い刑罰がないというのも、うん、一つの理由になっていて、これはかつて北朝鮮のスパイが、逮捕された時の供述としてあるんですけども、同じ活動をしていて韓国に渡った北朝鮮のスパイは死刑判決があってたんですね、はい、まあ、後日恩赦になるんですけども、はい、うん、日本に、で捕まった方は入管法、先ほどもそうです、はい、入管法違反だったんですね、うん、全然違うんです、うん、同じ、活動をしていてもですね、はい、そういうところもあって、まあ、日本では、心理的に楽な、はい、っていうのが、はい、うん、彼らのイメージのようです、うん、これただ日本国内でスパイ活動防止法という法律を作ろうとするときに何をもってスパイ活動にするのかとか、あるいはメディアの関係者が通常取材をするということとの違いをどうするのかっていう、その分け方っていうのは難しいですね。非常に難しいと思います。あと強さにどの部分が強さに当たるかとかですね、うん、分け方が非常に難しいと思います、うん、あと私は現場を経験してきた人間なので、やはり公安外事警察にフリーハンドの権限を持たすと非常に暴走した時に怖いと思うんです、うんうんうん、なので法律を作るのであれば検察官の審査を入れるとか令状が必要だとか要件はきちっと定めるべきだと思います、はい、今回もですね、それでいうと公安警察が暴走したんじゃないかという冤罪事件を引き起こしたんじゃないか、ね、裁判で本当に無罪判決が出たという時に、はい、この公安警察の暴走って今随分問題になりましたもんね。そうですね、これは気をつけなければいけないことで、スパイ活動防止法がなかなか通らない、日本で2回今まで中曽根政権の時と安倍政権の時にありましたけども、うん、戦前の特別高等警察の思想取締りの、はい、まだそのアレルギーといいますかイメージがあるんだと思うんです。特攻警察でしたね、はいはい、なので法律を作るのであればしっかりしたとした審査が司法の審査が入るとか、うん、令状の要件を定めるとかですね、が必要だと思います、うん、はい。さらにですね、こう日本の国内でこう活動しているスパイもですね、日本からこう機密情報を得ようとするスパイもいれば、こう日本で例えばロシアや中国の情報を得ようという、そういうこうスパイ活動をしている人たちもいますよね。そうですね、まあ、日本はアメリカや韓国とも情報交換、うん、自衛隊もしてもらってですよね、はい、ですから自衛隊とアメリカの米軍が、共有している情報を盗むとか、うん、韓国軍と共有しているものを盗むとかですね、はい、日本を通して、情報を盗もうと。ですから韓国とかアメリカから見ればしっかりしてくれよっていう、はい、うん、ことになると思います。
かつてソ連のスパイがですね、日本の陸上自衛隊の幹部に接触したのは陸上自衛隊が持っている中国のこう軍事情報を得たかったからという、はい、あ、こういうやり方があるのかと思いましたけどね。そうですね、はい、で例えばですね、一般の私たちがね、こうスパイにこう、まあ入り込まれないといいますか、こうスパイ活動に結果的にこう協力してしまうことがないようにする、そのためにはどうしたらいいんでしょうね。はい、まあ、スパイの手口とかスパイ組織の特徴というのを知っていただくというのが、うん、一番だと思います。いや、最近のこうスパイの やり口として新しい手口っていうのは何かあるんでしょうか。最近の新しい手口というのは SNS を通しての勧誘、リクルートっていうのもあって、自分 の経歴とか、うん、修士号を持ってますとか、はい、自分の今のこういう専門ですっていうのを、まあ、こう公開しているところですね、はい、でこれであなたの経歴に、あなたの会社にとかですね、で連絡を取ってみたりです、